こんばんは、皆さん、こんばんは。本日とて皆様にお集まりいただきました。左側無能さん、そして真ん中が峰さん、右側がバカですね、智也さんです。で、本日は皆様と一緒にやっていきたいことがございましてですね、ちょっともうもう分かりました、そうですね、はいはい、分かりました、座っといてください。本日はことがございまして、皆さんの一番、ちょっとチャットを使っていいんで、じゃあ皆さんの一番好きな運動を言ってもらっていいですか。多分僕せーので言って合うと思うんですけど、いきましたか。せーの、はい、なあ、今回はですね、皆さんと一緒にかけっこしようと思います。で小学校の頃に皆さんかけっこしたでしょ、中学校の頃にもかけっこしたでしょ。今回は、ちょっと皆さん見てください。無能さんに紹介していただきました。このマップ。これは A さんの上の方にございます。なんかよくわからないレース場みたいな、こういうな、車を走らせるようなところにね、お邪魔しました。で、ここでですね、レースをしたいと思うんですね。これ一応ワニコーナーってございますので、こうぐるーっとこう向こう回ってね、こうやってやっていくと。で、現在ですね、このサーバーには、約20人の方々が接続されてます。我々を含めて。っていうことは、リレーですね。リレーをしていきたいと思います。まずは、ちょっと一回、皆さんに説明しないと皆さんも意味わからないんで、言ってることが。ちょっと一回呼びたいと思います。じゃあ、呼んでいきますよ。呼んでいきますんで、じゃあ、盛大に皆さん、そのままでお出迎えしてくださいね。エントリーナンバー1番、カエル。さあ、このカエル誰取っていく？これ、誰取っていく？これこれ、4人チーム。僕、こいつ足速いかもしれへんで。足速いかもしれへん。このカエルさんっていう名前の人なんですけど、この人、取っていきたい人、ちょっと一回、立ってください。取っていきたい人、僕取りたいですっていう人、いますか？よし、じゃあ帰る、こっち来い。じゃあ帰る、お前俺のチーム。帰る、俺のチームだ。帰る、ここでちょっと待ち受けて。エントリーナンバー2番 C。 はい、あ、ともや、はい、あ、ともや、はいはい、じゃあともやのチームな。 C、ともやのチーム、トイレ行きたいので十分分かるけど。エントリーナンバー3番ルカ。はい、誰が欲しい？ルカ、誰が欲しい？ルカ、誰が欲しい？いらん、じゃあルカさん、ちょっとこっち来てもらっていいですか。もう事情全然つかめなくて結構なんで、この白い人の後ろに座っといてください。こうやって座っといて。いや、違う。エントリーナンバー5番、マロイヌ。誰欲しい。じゃあトモヤ。はい、じゃあトモヤ、ハヤトできよ。お前らミネと無能のやついいひんかと。お前もう一人やぞ。お前ら一人で走らなあかんからな。エントリーナンバー7番、パンチエッタ。あ、パンチエッタに名乗り。あー、これちょっと3人の三つどもやね。パンチエッタは俺が欲しいと。あー、ちょっとでもここちょっと、ともや、お前はちょっと控えとけよ。お前今2人お前仲間にしてるから、できればやっぱ見ねえか無能かやな。見ねえか無能かでじゃんけんしよう。じゃあじゃんけんもう最初、俺のじゃんけんの感じでもう適当に、あ、やれ、いくぞ。最初はグー、じゃんけんほい。はい、ミネの勝ち。ミネの勝ち。ミネの後ろに行ってパンチェッタ。エントリーナンバー8番、ユイマ。ちょっと待って、うちのチームのメンバーが今ちょっと上げたんやけど、ミネとカエルじゃん。ミネとカエルじゃんけん。ミネとカエルのじゃんけんになる、これ。カエルのじゃんけんっていうか、まあ、俺のチームやけど、カエル。いくぞ。最初はグー、じゃんけんほい。ミネの勝ち。ミネの勝ち。はい。はい。ユイマ、早くこっち来て。ユイマ、早くこっち来て。パンチェッタもな。パンチェッタも同じチームやからな、もうユイマと。よし。次呼んでいくぞ。トモヤのチーム。めっちゃ大内なんか。なんか知らんうちに、トモヤのチームになっていってんねんけど。エントリーナンバー9番、アメスピ。あ、来た。アメスピ。エントリーナンバー10番、バンブー。いや、ちゃうね、これ帰る。これあげよう。
これをあげよう、じゃあ無能に、無能にあげよう。ちょ、バンブー、ちょ、無能の後ろに来い、無能の後ろに。ここら辺でしゃがんどいてくれ、こうやって。こいつめっちゃ速いんじゃん。だってもうそのまま自然やもん、自然そのまま詰め込みましたみたいな体してるもんな。エントリーナンバー11番ピノ。はい、誰誰が欲しい。おー、ミネイト。あー、ミネイト無能じゃんけ、ミネイト無能じゃんけ。これ今度こそ勝て、無能しっかり勝っていけ。いくぞ、最初はグーじゃんけんほい。ミネイの勝ち、ミネイの勝ち。はい、ピノ、ピノ、ミネイこっち来て、ピノこっち来て。次行くぞ。はや、ちゃんと取れん、無能。ちょ、ほんま、なくなってしまうからね。エントリーナンバー12番、もずくそば。じゃあ見ねえ、じゃあ見ねえ、もずくそば、じゃあ見ねえ。こっち来て、もずくそば、こっち来て。エントリーナンバー10そこそこ、こわっぱ。あ、無能さんいた、無能さん行きました。こわっぱさん、無能さんのチームです、お願いします。エントリーナンバー10そこそこ、白ピクミン。メラ欲しい。残念、白ピクミン、お前除外。白ピクミン、お前ここ。エントリーナンバー10そこそこ、ルルレオル。誰欲しい、ルルレオル、誰欲しい。ルルレオルいらん。一応白ピクミン、お前も立っていいで、欲しかったら立っていいから。あ、じゃあ白ピクミン、あ、じゃあ白、じゃあ白ピクミン。それはさ、それはそれで、あ、あってんの、ミネイのやつは。ミネイ、そんなんやったっけ。ミネイ結構取ってったじゃん、でもじゃんけんで結構勝ってなかったっけ。ミネイ勝ってたよな。なんかおかしいこと、まあ仕方ないな。でもミネイ、それ仕方ないわ、それはしゃあないです、神がそうしたんやから、それは受け入れな、お前。頑張らな。はい、じゃあお待たせしました。皆さん並んでいただいたようですけれども、今回皆さん何をするか全然わからないまま今ここに座っていらっしゃるかと思います。今回実は、ここでかけっこをします。リレーです。リレーってもちろんバトンがいりますよね。何かしらやっぱりないと、ぶつかっただけではどうにもね、そんなことはできませんから、あのバトンっていうものをちょっと用意していただきたい。で、おのおのちょっと今持ってるものあると思うんです。何かしら持ってるものをちょっと一回出してもらって、それをバトンにしましょう。手持ちの武器ないですか、何かしら。はい、じゃあ無能さん、それです。無能チームのバトンはリーダーが握ってるこれになりましたね。これを投げつけてください。これを投げつけることで、あのバトントスってことになりますから。あー、いいですね、白ピクミン、あ、いいですね、白ピクミン、それは惚れるよな、そのバトンな。オッケーオッケー、じゃあそれバトンな。で、じゃあ我々のチームはそれなんですか。いや、我々のチームこれにしましょう。そう、これバンって当たった瞬間な、当たった瞬間にあのいけますから、やっと交代ですから、これでバトントスってことになりますから。帰ろう、お前、じゃあバトントスやとします。バトントスやとした時に、僕が例えばここで次の走者やとしましょう。帰る、向こうから走ってきながら、そう、構えて走ってきながら当てられるっていう距離やったら、もう当ててこい、当てられる距離やったらな。あ、来た来た来た、あ、帰る来た、俺に任せ、俺に任せ、はい、これでバトントス、これでバトントスな。間違っても下に置いたりはするなよ。それはもう、それでもうなしやからな。あと、もし俺がカエルにボールを渡すとして、例えばの話やけど、こっちの方にそれた場合、これそれた場合は俺が取りに行かなきゃならないから。全部で3周。みんなで3周です。だからやっぱりね、人数が多かったら多いほどやっぱ有利にはなるかもしれないね。だからこの3周を、各々のリーダーは配置してください。ここ、ここ、ここと。必要であればボイスチャットしていただいても結構です。白ピクミンもね、必要であればボイスチャットしていただいて結構ですんで、ここにいてくれ、ここにいてくれと、配置してください。俺、走、早、帰ろ、お前、走ってみろ、お前。軽くここ、走れ。帰る、早いな。帰る早い、お前、絶対遅いやろ。お前、一周走ってみて、こう、軽くぐるっと。あかん、こいつめっちゃ遅い。こいつを最初にしようぜ。こいつ最初にして、で、ルカ最初な。ルカ最初の一周お前頼むわ。一周目。で、絶対突き放されるけど、最後ちょ、お前も帰る、行け。帰る。俺ちょっと結構こう、俺バーって見回ってるから、その定位置にいひんけど、帰ろう、お前、あこにおってくれ。
で、ルカ走って一周後を変えるな。こうバンド落とすだけ絶対に見失うな。楽しみよな、これは。俺絶対悪いけど勝つから。俺めっちゃ足速いから、このキャラクター。ちなみに言うと。で、優しいしてな。勝てへんかっても別に、お前のせいちゃうから言うてな。お、誰や、お前。お前、ちょっと待って。お前、仲間です。遅れてやってきましたって感じしてるけど。パペチョチョリーナ。パペチョチョリーナ誰欲しい？パペチョチョリーナ、こ、お前審判しろ。じゃあ、パペチョチョリーナ、お前審判な。審判、パペチョチョリーナ、ここ俺。ここ、うるさいよ、お前なんか。あ、パペチョコリーナ、これを、上に打てる？真上に。オッケー、それで、始めの合図な。では、いきます。第1回。マルチプレイヤーと競争。お願いします。ちょっと待って、どうした？弾なくなったって。そのお前、横からマジローキックかますやめろ、お前。ともや、こういうとこあるからな。覚えといてな。ともや、女と暴力にはこういうとこあるから、ともや。お前戻れ、お前もう。早戻れって、もう、おいさんが悪かったから、もうお前。殺せ。では始めます。第1回、マルチプレイヤーと競争、お願いします。始まった！さあ始まりました！マルチプレイヤーと競争、始まりました！さあ果たしてどのチームが1位になるのか、1チーム少ないような気がしますが、先頭はミネーです。かっ飛ばしているのはミネーか。オールスター感謝祭さながらの、意外とでもこれは意外と人数が多いトモヤチーム、これビハインドなのかもしれません。荷物を背負っているという不利があるのかもしれませんが、ミネーがなんと1位で通過しています。非常に速い。そしてこれはユイマが見事にバトントス。ユイマが見事にバトントスしていった。さあマロインドリー、マロインドバトンも取れない。マロインドバトン取った。今バトントスが綺麗に決まりました。その間にミネーは非常に先に進んでいます。これは非常にいい戦いになってるんじゃないですか。あ、バンブーがそろそろ息切れか。あ、マロインドが行った。マロインドがパンチったし、バトンパス。お、バンブーはまだ行く。これすごいですね。粘りますね。その頃のミネーは約半周ぐらい突き放しております。なんということでしょうか。まさかミネーがここで勝つのか。あっと、バンブースタミナ切れ。まだ押す。しかしまだ押していきます。おっと、うちのチームのルカはもう走る気がございません。全く走る気がございません。その頃ミネイは縦半分に半周いってるのではないでしょうか。大幅リードを決め込んでいます。今ただいまミネイ選手が大幅リードしていますよ。応援してあげてください、皆さん。ここに来てミネイスタミナ切れ。まさかのスタミナ切れです。いやー、いた仕方ない。しかし1周半は行ってますから、可能性ありますよ、ミネー選手。今、だいぶ、ずいぶんリードしてますからね、ミネーさん。そのまま押し切ってくださいよ。お願いしますよ。さあ、その後追いかけてくる白ピクミン。白ピクミン、どこからレースに参加したのか。楽しみだ。あ、これ、ちょっと、いけ。お前、いかがってる。お前、まず、ミネーの後ろ前つけろ。お、いいぞ。ルルレオルも行っております。ルルレオルも結構、快調な走りを見せている。これはどこで交代しているのでしょうか。3周というルールを分かっているのでしょうか。そろそろ私はスタミナが切れてしまいますんで、あ、ここで交代したいと思いますけれども。カエルが来た。1番でカエル来た。ナイス、カエル抜かされんな。いけ来い。何してんだ。早くカエル拾え。俺当てろ。よし。すいません。よーし、いくぞ。任しておけ、この野郎。うわおー、ほら、一時スタート。俺一時スタート。いいよ。俺突き放してるんじゃない。残念やだな、お前ら。俺の勝ちよ。よし、この3人。
野さんにバトン取られました。何をしているんでしょうか、アコで一体。あと、ここでスタミナが切れてしまった。スタミナが切れてしまいました、私は。これ大丈夫やな。いや、これぐらいは大丈夫やと思う、これ。一回こう止まる。ミニーさんしか走っていませんね、これは。あ、来ました、来ました、来ました。ずいぶん遅れて二人が、今やっとバトントス、バトントスで倒れましたが、ルルレオルが今気絶をかましました。倒せた。よし。じゃあ、このスタミナ切れのミネイをいたぶりながら、私が優勝したいと思います。残念ながら、他の選手たちは全然話にならなかった。これ人数が多いっていうのは人、あ、なんてこった。まさかここで、まさかここで余力を残していたミネ、余力を残していた。うわ、マジか、マジか、マジで。うわ、ちょっとごめん、マジで。これはちょっとリーダー失敗した。ミネの作戦に俺やられたわ。じゃあ、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 いけ、ルーレオル。ルーレオルがゴールを構いなしと言わんばかりに、物を今にも投げようという体勢で。これを走っていると言えるのでしょうか。もう非常に小走りの状態で、あーっとスタミナ回復上がった。あ、走り出した、走り出した。来ました、来ました、このスタイルです。これ速いんでしょうか。スピードが落ちるような気がしてしまいますが、これはどうなんでしょうか。多分おそらく第4走者、第4走者というか第4位なのか。ああ、後ろが来ましたね。ルルレオルの後ろからアメスビが今、アメスビが今ルルレオルを抜かさんと、これは非常に危ないですよ。ルルレオルもうちょっとで、ああ、ルルレオルここでスタミナ回復だ。スタミナ回復に入った。アメスビが容赦ない、アメスビが容赦ない。スピードを見せている。これはバトントスの問題になるんじゃないでしょうか。バトントス次第では大きく変わってくる気がしますよ。楽しみだ、3位決定戦、非常に楽しみだ。アメスビがここで来た、アメスビも構えた、アメスビも構えた。どうなってるのか。当たったのか。あっと、ルルレオル続行、ルルレオル続行です。皆さんでね、一生懸命走っているルルレオルを祝福しましょう。おめでとう、ルルレオル。ルルレオル、おめでとう。よく走り切りました、ルルレオル。はい、じゃあ、結果発表します。まず最終の最下位は、ごめんなさい、ともやさんのチームでした。いやー、これね、面白いもんでね、人数が多いからって勝つわけじゃないのね。これは新しいことを私は知りました。そして、次、4位に輝きましたのが、白ピクミンチームです。残念でした。これ白ピクミンチームはね、ルルレオルの最後の走りっていうのはね、非常に非常にね、見がとえがありました。うん。そして栄えあるまず銅メダル第3位はムノさんチームでした。このムノさんチームはね、バンブーが一生懸命走ってたのを覚えてますけれどもね、最後の方はもう本当に差がつきすぎてっていう感じでしたね。よし、じゃあ皆さん、そろそろですね、チームで役割分担したいと思います。今回は4周勝負、4人、いや4周じゃない、2周勝負、4人で2周勝負にしたいと思いますから、こっち2人で反対側の向こうに2人の配置になります。まずこっちに2人と向こうの2人を、皆さんの中で決めてください。ではどうぞ。これね、チーム分けもう一回分かりやすくしておきますと、帽子キャップをかぶっているのが無能さんチーム、そして白い服が私チーム、さらにこの左の特に何もないですけども、バックパックをつけているチーム、まあ、っていうか坊主の普通の服を着ているのがトモヤで、ここに関してはミネーチームです。このサンバイザーやヘルメットをかぶっているのがミネーチームになります。大丈夫ですね、2周目の把握も大丈夫ですね。今回のバトントスは皆さん、殴りです。殴りがバトントスですよ。いや、雷うごめくこの雨の日に、ついに決戦の日がやってきました。皆さん頑張ってください。第1走者が運命を握ると言っても過言ではございませんのでね。ではいきます、最終レース決勝戦。
よーい。ごめん、バンボー言うてへんかったな。バンボー、ちょっと待って。始まりました、始まりました、さあ始まりました、さあ始まった。第1レース、第1レースが始まった。おーっと、これは面食らった格好か。ユイマが1位です。うちのチームユイマが1位。意外と早い、意外と早い。ユイマ、これはいいですね。これはちょっとなんか、あ、結構アメスピが早いんじゃないですか。アメスピは結構早いですよ、このスピード感でいくと。これユイマが、ちょっと待ってください、ユイマがすこぶる早い、ユイマがすこぶる早い。スタート切れている。これはちょっと期待できます、うちのチーム期待できる。しかし後ろ3人は三つどもえの戦いだ。誰が2位になるかわからないアメスピがアウトラインから抜いていこうかというところ。ここでバトントスが入った。ルカにバトントスだ、ルカにバトントス入った、入った入った入った、バトントス入った、バトントス入った。ちょっとムダついている、バトントスがちょっとムダついている。ここで2番手がマロイヌ、3番手ピノ、そしてパンチェッタと続いている。ルカがこのリード守れるか、ルカこのリードを守らなければいけない。しかしマロイヌ選手が少しずつ少しずつ近づいてきています。これは少しずつ少しずつ近づいてきている。ピノとマロイヌは五分五分と戦いか、パンチェッタ少し荷物が重いか。しかし行きました、マロイヌが次は誰にバトントスをしていくのか。うちの3番手カエル、うちの3番手カエルは非常に速いですよ。さあマロイヌピノ近接した試合、パンチェッタ、あー行きました、チーにバトントス、そしてコアッパにバトントスしたでしょうか。コアッパにバトントスした、カエル C、 コアッパは結構いい試合をしている。パンチェッタ遅れてバトントス。さあここでアンカーの試合だ、アンカーの試合だ。よーし待ってろ、絶対に勝ってみせるからな。さあ果たして誰が一番出てくるか、楽しみなところです。あのコーナーカーブを曲がってくるのは一体誰が曲がってくるのか。あれは、あれはカエルか、あれはカエルだ、あれはカエルだ。おっとカエル撃たれている、カエル撃たれている。しかし綺麗なフットワーク。おっとカエル、ここでストミナーがなくなったか。カエル来い、カエル来い、カエル来い。誰にカエル、よっしゃ、いけいけ、うそ、いけ、いやだ、いきました、行きました。無能を受け散らし、今ワイワイ選手が1位で最終コーナーカーブを曲がっていこうかというところ。最終直線に入りました。このストレート2位は無能です、2位は無能、3位ミネ、4位ラビット智也という感じでしょうか。ここはもう手を抜きませんよ、残念ながら私は手を抜きません。これは1位でフィニッシュですね。本日はね、皆さん集まりいただいてワイワイリレー集まりいただきありがとうございます。ちょっと待って、ちょっと待って、誰やねんお前、うるさいやつ。今飯食ったやついるやろ今、お前ガチャ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 鳴らしやがって、お前人が喋ってる時によ。ごめんなさい、お願いします。この青空の下ですね、16名の選手が集まっていただいたということですね、本当にありがとうございます。こうやって飲み屋さんと、集まられた、青空の下、激しい熱い戦いが、繰り広げられたと思うんですけれども、この青空のように私も見ていましたが、心すがすがしい気持ちでこのレースを見ることができました。まあ、一人一人の顔を見ているとですね、レース終わったこのすごすがしさで顔がすごすがしさで持ちいいすごすがし顔をしていると思います。まあ足の方はいろいろね、走ってきていろいろあれだと思うので、バンテージの方とか巻いていただいて、体調管理、食事しっかりしていただいて、健康にだけは気をつけていただきたいなと思うんですけれども、まあこうやって集まっていただいて、次回も必ずまた熱い熱い体験を見ていと思います。あつ森ありがとうございました。